皆さんこんにちは、料理開拓人の堀田雄介です。このね、格好してるということは、今年もねやってきましたね、田植えの季節でございます。今年は梅雨に入るのがねちょっと早かったので、なかなかのタイミングが合わなくて田植えに来れなかったんですけども、梅雨の間に結構晴れ間がありましたので、酒米の田植えをご紹介していきたいと思います。あの後ろに映ってる田植え機にね乗って稲をね植えていきたいと思いますので、じゃあ行きましょうか。もう準備整ってるみたいなんで。これが滋賀朝日です。この間ね、去年取れた分のお酒をご紹介しましたけど、これはまた今年分ですね。ちょっと見てみます。こんな感じですね、まあ、しっかり苗床に根が張ってますね。このパレットごとあちらのこれね、ここにね差し込まれて植えていくと、乗ってる様子を今からお届けしますので、じゃあ早速植えていきましょうか。うわ久しぶりやな。これですね、でこれマーカーですね、これですよね。マーカー下ろし途中で気づきました。よう気づいた。みんな全力で探してたけど全然聞こえない。クラクション聞こえなかった。全然聞こえない。まあ耐えましたね。耐えた。やっぱ年一しかやらんかったらこれ忘れるよな。去年と感覚変えたんすか。一緒っすか。あ、去年よりも濃く植えた。どの時点で濃いんですか。苗の段階ですか。苗の段階ではなくこの幅、植え付ける本数をちょっと増やします。へー、植えますよ。今年の田植えも無事に終了しました、まあ、毎回天候に左右されるのでなかなか思い通りにいかないんですけども、まあ、そこが農業は面白いとこでもありますので、またねこの今日植えた苗が元気に育って日本酒になりますの で日本酒の方もね、まあ、もうすぐしたら皆さんにお届けできる、機会があると思いますので、まあ、その時はぜひ飲んでみてください。ということで今日はこの辺りで失礼いたします。ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。じゃあさよなら。使えそうですか。全然使えそうです。
道路を作ったんですか、家をね。